今日は先日行われました、インディビジブル違うよインディビジブルいいのかインディビジブルサブスタンスという、オンライン用の作品をですね先日香港ウエストカール向けと、横浜赤レンガ倉庫にて、まあ2回というか分けた公演だったんですけども行われましたので、まあ、その感想をねちょっとお話ししときたいなと思ってます。僕にとってはまずコラボレーションっていうのがすごく新鮮というかですね、あまりこんなにバッチリコラボレーションっていうのはあんまり今までなかったので、それもいわゆるアーティストとのコラボレーションっていうのは少なかった、まあ、ほぼないので、まあ、それ自体がすごく僕にとっては新しく挑戦だったんですよね。で、まあ、音楽はですね青木貴正さんに入っていただいたんですが、まあ、青木さんは僕はもう20年来の大ファンですね。僕は多分人生で一番聴いた音楽家だと思います。青木さんの曲が多分人生で一番聴いてると僕は本当に思ってますね。まあ、今回そのコラボレーションあんまりすることがない中で、まあ、オンライン作品では新しい試みをしたいなと思ってコラボレーションって考えた時に、まあ、今回はこそは、まあ、青木さんしか考えられないと自分の中である日パッて雷に打たれたかのようにですね思いました。だからなんか急にあなるほどと思って、こうオンライン作品はちょっとやっぱり劇場での音楽作品の時の音楽とは違うんだなっていうのが分かってきた時に、やっぱりこう音楽そのものでこうなんていうんだろうな、音楽そのものでこう空間が作れる人みたいな人がいいなって考えた時に、あもうどう考えても青木さんでしょって思って、青木さんの持ってる音楽ってこうすごく壮大なんですね。僕にとってはすごく壮大で、こう、まあ、ビートとかはすごいもちろんすごい面白いし、すごいなんていうんだろうな、揺れるようなビートで、すごい有機的なビートなものが多いんですけど、ですごくすごく繊細なビートだなっていつも思ってるんですが、まあ、同時にすごくこう壮大な世界をね、その壮大な宇宙的なというかね、無限に広がるような世界を空間を感じさせてくれるような青木さんの音楽はそういうものなので、まあ、オンライン作品でこうみんなモニターで視聴することになると思ったので、逆にそういう音楽だけでそういった壮大な世界が作れる音楽が欲しいなと思って青木さんにお願いすることにしました。鈴子ちゃんは青木さんの音楽どうでしたか？かっこよかったですね。そうですね、はい、特に梅田さんが出てきた時の音の感じと、うん、ラスボス感は結構良かったですね。あ、ラスボス感ね、はい、そうですね。休憩